愛は不思議なもの。小川未明作。生活に差別のあるのは一人、幾万の人間の住んでいる都会ばかりではありません。田舎においても同じであります。その村は平和な村でありましたけれど、そこに住んでいる人々は、みんな幸福な身の上というわけではありませんでした。おしずは、小さい自分に父母に死に別れて、おばのうちで育てられたみなしごでありました。そして、17、8の頃、村のあるうちに奉公したのであります。そのうちの人たちは、情けある人々でした。おしずは、両親も兄弟もないのだから、かわいがってやらなければならぬ、と言って、そこの人たちはいたわってくれました。彼女は4つになる坊ちゃんの森をしたり、うちの仕事を手伝ったりして、毎日つつましやかに働いていました。村は小高いところにありました。春から夏にかけて、要塞に忙しく、秋にまた果物が美しい田んぼに実りました。大きな池があって、池の周りは白樺の林でありました。暖かになる頃から寒くなる頃まで、いろいろな小鳥が林に来ていい声でさえずっていました。また池からは麓の村々の絶えかける水が流れていました。薬売りやその他の行商人がたまたまこの村にやってきますと、いい村だな、と言って褒めました。そのはずであります。うっそうと青葉の茂った間から、白壁の蔵が見えたり、楽しそうに少女たちの歌う桑摘み歌が聞こえたりして、誰でも平和な村だと思ったからであります。ことに収穫の済む秋になると、空の色は冴えて、木々の葉が色づき、遠くの眺めもはっきりきっとして、ひとしおでありました。ちょうどその頃、お祭りがあります。1年に1度、待たれた休み日ですから、娘たちは着飾って、キャッキャと言って友達の家などを歩き回りました。おしずも一番いい着物に着替えて、お小遣い銭をもらって、坊ちゃんを連れて外へ出ました。けれど、彼女ばかりはこんな時に帰ってなんとなく寂しそうでありました。もし彼女にも親があったら、他の娘たちのようにはしゃいで遊ぶことができたでしょう。本当を言えば、おしずにはお祭りなどのない、いつもの方がよかったのでした。おしずさん、活動を見に行った？ある日のこと、友達が、外に坊ちゃんと立っている彼女に尋ねました。いいえ、とおしずは頭を振りました。日曜は昼間もあるし、それに今度は面白いという話だから行ってみない？友達は無邪気にこう言いましたが、彼女は自由でない自分の体を考えずにいられませんでした。私、坊ちゃんがあるから、どこへも行けないの。と、坊ちゃんを見守りながら答えました。ちょうどこの時、とてとーっと言って、彼方の街道を、虹ばかり隔たる町の方へ行く、馬車のラッパの音が聞こえました。娘たちはじっとその方を眺めたのです。秋の日を受けて、赤々として、松の並木が見えたのでありました。こんなふうにおしずは、決して他の子供のように幸福であったということはできません。しかし主人が思いやりが深かったから、貧しいうちの子供らよりは、時には幸せのこともありました。それよりも彼女の幸福は、本当に坊ちゃんを可愛がっていたことです。坊ちゃん、あれ何の音でしょう。こう言って自分も真剣になって耳を傾けながら遠くの音を聞いたりしました。
坊ちゃん、またあんな雲が出ましたよ、と言って二人で空を眺めたりしました。さあ坊ちゃん、私におんぶしましょう。姉やは坊ちゃんをおんぶしてどっかへ行ってしまいましょうか。彼女は冗談を言って坊ちゃんに頬ずりをしました。人が見ていようと見ていなかろうと、おしずはよく坊ちゃんの面倒を見て心から可愛がっていました。雪やコンコン、あられやコンコン、子供たちが寒い風の吹く中を口々にこんなことを言って駆け回りました。いつしか国境の高い山々の尖った頂は銀の冠をかぶったように雪が来ました。もうこの村の池の水が凍るのも間近のことです。ちらちらと雪が降っては消え、消えてはまた降るというようなことが重なりました。その後で寒い寒い、叩けば空気もなりそうな冬となりました。ある朝のことです。小さな子供たちは、一日を離れた池の水が凍ったと言って、その方へ足音を立ててかけて行きました。もう狐が渡ったよ。狐が渡ったから乗ったっていいだろう。子供たちは小石を拾って池の表に投げてみました。鉛色に少しの隙間もなく張り詰めた氷は金属のような音を立てて、石はどこまでもどこまでもうねりながら転がって行きました。子供たちはまたどこからか竹竿を持ってきて、コツコツと氷の表をつつきました。氷は固くて、いくらついてもついても跡すらつきませんでした。もうその上に乗っても大丈夫だろうと、一人乗り、二人乗りしました。そしてそこにいた四五人の子供はみんな乗って、これから毎日こうして遊ばれると思うと、新しい世界を征服したように喜びの声を上げました。おしずはさっきまでうちの前に子供たちと遊んでいた坊ちゃんが見えなくなったので、どこへ行ったのだろうと探しました。そしてみんな池の方へ行ったと聞くと、慌ててその方へやってきました。子供たちの遊んでいる声がかすかにあちらでしていました。彼女はびっくりして、もう氷滑りをしているのではないかしらん。坊ちゃんも一緒に?と思うと胸がドキドキとしました。池の見渡されるところまで来ると、果たして白い氷の腹の上に子供たちが黒くなって遊んでいました。坊ちゃん坊ちゃんと叫びながら彼女は気違いのように走りました。なぜならもう池を渡っても大丈夫だという噂をまだ誰からも聞かなかったからです。彼女の叫び声は冷たい空気の中へ虚しく消えました。そしてようやくあちらの白樺の林から登りかけた朝日の光が鏡のような氷の表をぼーっと染めたとき、小さな子供の影が岸の近くから離れてもっともっとあちらへ飛んでいくのを見ました。坊ちゃんと彼女はわめきながら、いつの間にか自分も氷の上をかけていました。そしてだんだんその小さな黒い影に近づいた自分、彼女の体の重みを支えるほどまだ熱くなっていなかったと見えて、不意に氷は割れて深い水中に落ち込んでしまいました。幾年かたって坊ちゃんであった子がいつしか少年となりました。そして両親やまた村の人々から自分の森であったおしずの話を聞いて痛く心を動かしました。本当にかわいそうだな。
そんなにまで可愛がってくれたのかしらん。どんな顔をしていたろう。少年は空想しました。冬の寒い晩に空にキラキラ輝く星を見ると、その中におしずの霊魂が星となって混じっていて、じっとこちらを見ているのではないかと思いました。他の子供たちが氷滑りを面白がっています中に、一人この少年の身は沈みがちに滑っていました。おしずの落ちたのはこの辺だったろうか。哀れな少女が小さな自分の後を追ってきて、氷が割れて落ちたありさまを目に描いたのでした。また夏の雨の晴れた後などに、この池のあたりを散歩しますと、緑の葉が雲のように茂って静かな水の上に影を映しています。少年はじっと佇んで水の上を見つめていました。するとこの時、どこからともなくマンドリンの音が聞こえてきたのでした。あ、マンドリンの音だ。どこからするのだろう。よく旅からやってくる芸人が、月琴やバイオリンや尺八などを鳴らして村に入ってくることがありました。少年はやはりそんなものが来たのだろうと思いましたが、別にあたりには人の影も見えませんでした。マンドリンの音は近くまた遠く聞こえたかと思うと、しばらくして水の中に沈んでいったように聞こえなくなってしまいました。少年は家へ帰ってから、今日池のほとりでマンドリンの音を聞いたが、芸人でも来たのかしらんと話しました。するとお母さんが顔の色を変えて、これからお前は池のほとりへ一人で行ってはいけません、と言われました。なぜですか、お母さん。おしずがお前を呼ぶのです。それは家にあったマンドリンを鳴らして、おしずがお前のお守りをしたというのでありました。物置を開けてごらんなさい。マンドリンがあるから。その古いマンドリンを鳴らして、お前が泣くとよく歌などを歌ってあやしたものだ、とお母さんは言われました。少年はそんなこともあったのかと思いました。それからまた幾年か経ったのであります。少年はいつの間にか立派な青年彫刻家となっていました。そしてもう田舎にいず、都会に出て生活していました。十七八の美しい娘さんたちを見ると、彼はおしずのことを考え出さずにはいられませんでした。なぜならおしずはちょうどその頃に森をしていて自分を救おうとして死んだからです。しかも孤児であった彼女は決して幸福とは言えませんでした。それを思うと青年は美しい人を見ても心を惹かれることがなかったのです。おしずの顔を一度夢になりと見たいものだ。そうしたらその顔を制作するのに、と思っていました。話に聞いても、おしずはそんなに美しい女ではなかったということです。けれど彼には優しい、美しい、そして情け深い女に思われました。他のどんな美しい女とも、それは比べ物にならないほど、理想の顔に思われました。彼は空想するような顔を探そうとしましたけれど、モデルになるような女はなかなか見当たりませんでした。彼はせめてもおしずにお守りをされた当時の4つばかりの自分の顔を写真によって作ってみようと思い立ちました。それを作ることは彼女への心尽くしであるようにすら考えられたからです。彼はおしずの死んだ寒い冬の頃からその顔の制作にかかりました。こんな顔をして自分は氷の上に遊んでいたのだと思いたかったのでした。そしてこの制作はようやく春になってから出来上がりました。その仕事の終わった日のことです。彼はアトリエで
疲れてうとうとと椅子にもたれて眠っていました。春の月がほんのりと窓のすりガラスを照らしていました。どこからともなくマンドリンの音が聞こえたのです。彼は驚いて目を覚ましました。すると国から持ってきてアトリエの壁にかけてあったマンドリンを手に持って、17、8のみすぼらしい封をした田舎娘がそれを鳴らしながら自分の制作した彫刻の前に立ってその顔を見つめているのです。青年はハッとしました。自分は夢を見ているのではないかと大きく目を見張りました。髪の壊れた短い着物を着た田舎娘は幻でも夢でもないようにはっきりと立っていたのです。彼はあまりのことに椅子から起きて声を立てました。するとたちまちその姿はどこへともなく消えてしまいました。やはり夢かしらん。いや、こんなに目を開けているのだから夢じゃない。彼は部屋の中を見回しますと、古い糸の切れたマンドリンは埃のかかったまま壁にかかっていました。そして月の光はおぼろに窓の外を照らしていました。彼はその窓を開けました。春の夜は静かに吹けていました。どこからともなく花の香りが漂ってきたのです。